こんにちは、ブルーフォースです。今日もね、人生相談に乗りながらバイオハザードビレッジをプレイしていきたいと思います。はい。なんだかんだで、ね、パートが今いくつですかね。8くらいまで来たんですかね。はい。ということでね、早速、今日の質問を読んでいきたいと思います。ちょっと待ってくださいね、質問。携帯が消えちゃった。はい。最近できた彼女がいるのですが、そこそこの美人で周りからの評判も高く、その見た目なので服装もカビで胸元が大きく開いた服や足の露出度が高めの服を着てくることが多いです。僕としては自分の彼女なので周りの目、特に男の視線を集めるような服装はやめてほしいと思っているのですが、どうしたらいいでしょうか、ということでね、ご質問いただいた方ありがとうございます。ちょっとね、辛口な言葉しか出てこなくて恐縮なんですが、まず一つ確認したいのが、逆質問で答え返ってくるの難しいところなんですけど、彼女のことが好きなんですか、それとも彼女のことを好きでいる自分に酔っていたいんですかっていう、どっちだっていう話ですね。で、それをまず自問自答することが大事じゃないかなと思いますね。結構その人間って、まあ、その独占欲っていうのが強いのが当たり前なんですけど、一度手に入れたものの方がやっぱり自分にとって大事なものだって思いやすい傾向とかがあったりしますし、それからやっぱり自分の子供の方が他人の子供よりもね、可愛く見えたりするっていうのは、それはまあ自分が産んだ子供とかね、自分が育てた子供だからっていう目線があったりとかするからなんですよ。で、そういうことを考えると、やっぱり自分の彼女だから、どうしてもね、セクシーな格好ってね、男の願望としてはしてほしいって思うことがあるんですけど、やっぱりそれをね、他の男性の前で披露してほしくないっていう気持ちがあるっていうのは、まあ、すごくわかるんですけど、じゃあそうすることによって彼女が本来したい格好っていうのをあなたが押さえつけちゃってもいいものですかっていうところなんですよね。それはね、他の男の人たちがその自分の彼女を性的な目で見るっていうのは結構屈辱的なところがあると思うんで、それはね、胸元の間服とかね、それから、まあ、足を露出するってことは、まあ、ミニスカートなのかショートパンツなのか履いてるところなんだと思うんですけど、とか、あとは何だろうな、おへそを出して歩く女性とかね、まあ、今夏なんで結構多いんですけどね、おへそとかね、短めの服を着てる、露出して歩いてる人とかっていうのを、お腹冷えないのかなっていつも心配なんですけどねそんなことはどうでもいいか。で、そんなことよりも、だから、彼女のことを本気で思っているのであれば、彼女にこういうことをやめてほしいとかね、そういうことをしてほしくないっていう、その何か縛りを設けるような考え方ってしない方がいいと思うんですよ。で、これってどうやって、ちょっと待って、ここで集中しないと落ちちゃうんですよ。ごめんなさいね、失礼しました。で、何かっていうと、人間ってなんかこう禁じられるとやりたくなるっていう欲求ありません？逆にやろうと思ったことを先に言われてしまったりとかやられてしまったりすると一気にやる気がなくなるとかっていう瞬間ってあると思うんですよ。例えば、ね、小さい頃なんかにお母さんとかお父さんにね、宿題やりなさいよとかね、勉強しなさいよとかって言われたら、今やろうと思ってたのにやる気なくしたわとかっていう瞬間ってあると思うんですよね。とか、あとはこの部屋絶対開けちゃいけないからねとか、この本絶対読むなよとかって言われると部屋に入っちゃいますし、それから本を開いちゃったりとかね、だからここを見ちゃいけないよって言って、お父さんがね、いそいそとしてたその部屋に入ってみたらね、お父さんがちょっとね、お父さんの青春時代に読み漁ったようなね、いわゆるエロ本が見つかったりとか、そういうことってあると思うんですよ。だから禁じられれば人ってより やりたくなっちゃうと思うので、ストレートに彼女に今はその服装っていうのをやめてっていう風に伝えるのは絶対やらない方がいいですよ。だからやめてっていうよりは、その自分がどうして欲しいかっていう欲求を素直に伝えた方がいいんですよ。どういうことかっていうと、多分彼女もその今回のね、ご質問者の方のことが好きだから、好き
き合ってると思うんですよ。ママは付き合ってると思うんですよ。付き合ってるはずなんですよね。で、そうなった時に、彼女も、その、普段は、その、付き合うまでに、まあ、これまで彼氏がいたから、その彼氏が、好みの格好をしているということも考えられますし、まあ、それから、まあ、これまで付き合ったことがなかったとか、から、自分の好きなね、こう勝手に着ているだけなのかもしれないですし、っていうことを考えると、彼女自身も、その、あなたがどういう服装をしてくれると、自分が、なんて言うんだろうな、自分のことを思って着てくれるとか、もっと好きになってくれるかっていうのは、まだ分からない状態だと思うんですよ。特にその、最近付き合い出したっていうことが書いてあるんでね。っていうことは、彼女がどういう服装をしたらいい、喜んでくれるのかとか、どういう服装がデートとかするときにふさわしいのかっていうのを、まだまだ知らない状態なので、だから、こんな服着てほしくないなとか、胸元ざっくり開いた服、確かにエロくて、すごく刺激的なんだけど、でも、なんか周りの男性、周りのね、なんか自分以外の男に見られるのが嫌なんだよね、みたいなことを言うと、なんかね、束縛されてるなっていうのをやって、むしろマイナス効果で、うわ、そんなこと言ってくる男と付き合うくらいだったら、もう別れようかなっていうふうに逆効果、マイナス効果になってしまうんで、それは絶対避けた方がいいっていうところですね。だからそうするくらいだったら、自分の好みの服装っていうのをそれぞれに伝えることっていうのが大事です。で、好みの服装っていうのが今着ているようなそのセクシー系の服であるんだとしたら、それはね、まあ、ちょっと難しいと思うんで、その服装を変えるのっていうのが、だから、そうじゃなくて自分の好みなのか、その今着ているようなカビな服、じゃないものになるように誘導してあげるっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思うんですよね。だからそのあたりで、まあ、自分の好みを押し付けましょうっていうわけじゃないんですけど、やっぱりその彼女が周りの目線をねどうしても集めてしまうような格好をするのであれば、禁じるんじゃなくていい意味でコントロールしてあげる。自分がこういう格好をしてほしいなっていうのが、まあ、例えばどうなんだろうな、まあ、清楚系なのか、お嬢様系なのか、はたまたゴスロリ系なのかっていうか全然わからないですけど、そういう服装をしてもらうことによって彼女の服装を、まあ、その周りの視線を集めるような服装からちょっと遠ざけていくっていうような風にしてもらうんじゃないかなっていうふうに思います、うん、というところですね。だってであと人間って自分で人生コントロールしたいんですよ。まあ、人生って今大きく言いましたけど、自分でいろんなことね、服装とか食の好みとか、それから普段の生活のスタイルとか、いろんなものを自分でコントロールしたい生き物なんですよ。でコントロールができなくなると、途端に健康と具合が悪くなってしまったりとか、まあ、それから体調を崩してしまいがちになったりとか、メンタルも不安定になったりとかっていうのもあるし、これちょっとね、恐ろしい実験があるんで、まあ、ちょっとそれだけご紹介させてもらうと、これ何だろう、なんか心理学の思いだったりとか、で読んだんですけど、何かっていうと、老人ホームで観葉植物を育ててくださいっていう救急車の方々にお伝えしたんですね。で、その時に、観葉植物の育て方を自由にさせたグループ、要はもう水やりをする時間とかどれくらい水を当てるのかとか、そういうのも全部自由ですよっていうふうにしたグループと、そうじゃないグループと、で分けたんですよね。水やりをこの時間にやってください、このくらい1日やってくださいみたいなことをお伝えしたグループで、でその後どうなったかっていうと、健康面ですごい体がダメになりやすい老人と、それからまあ寿命が短くなった老人が、観葉植物の育て方を逐一コントロールされたグループの方が寿命が短くなったし、健康面でも支障をきたしやすくなったという結果が出ているんですよね。そういうことになるんで、だからメンタル面が悪化するっていうことは、うわこの人と付き合っていくのしんどいなっていうふうに思われてしまう原因的なことになってしまいますから、そういう意味ではお付き合いする上でなんかああしてほしいな、こうしてほしいなっていうのを、まあ、ちょっと要望を伝えるのはありかと思うんですけど、でコントロールしてしまうと、それはアウトになってしまうんです。そこは注意した方がいいと思います。僕も別に彼女の、ね、彼女というか当時付き合ってたね、今の奥さんなんですけど、の服装のことで、別に僕ね、自分のファッションがもうクズがね、もうなんかもう本当ダサいんで、特にその別に好みとかないんですよ。自分がこういう服着たいなとかっていうのもないし、彼女にこういう服も着てほしいなっていうのも特になかったんですけど、なかったもんだから、彼女に、
あのこういう服着てほしいなとかっていうのを別に言うほどでもなかったんですけど、まあ、今彼女が普段から着てくるような服装に対してあの不満があったわけでもないですしね、うん、ところがまあ、 なんとなくこう付き合っていく上うちに彼女のこういう服装を見てみたいな、こういう服着てるとこ見てみたいなとか、こういう服装だったら似合うんじゃないかなって思うのを、まあ、それとなくこんなんどう、こんなんどうって言ってたらすごく喜んでね、あ、じゃあ今度それそういう系の服買ってデートで着ていくねとか、だったら一緒に買いに行く、買い物行こうよって言ってね、付き合ってもらった、付き合ってもらった、付き合わせてもらったっていうようなところがあったりしたんでね、あのせっかくね、すごくこう周りから見ても美人だっていう彼女さんをね捕まえることができたんで、服装のことで気分を害してしまって仲が悪くなってしまうというような状況にならないためにも、少なくともね、服装うんぬんということでどうかというところで評価をしないで、当然内面も見てあげつつも、自分がこういう服装をしてくれたら嬉しいなということをそれとなく伝えてもらえるといいんじゃないかなというところですね。はい、結構やっぱね大事ですよ。逆にどうです、自分その質問者さんが今着てる服結構気に入ってるのに、なんかその服嫌だなとか着てほしくないなっていうふうに言われたらどう思うかってことですね。だからここが相手の立場に立ってものを考えられるかどうかっていうポイントになってくると思いますんで、まあ、そのあたりだと思いますよ。そういう目線でちゃんと物事を考えて彼女と接してもらえたらというふうに思います。はい、ということでね、一つ目の質問を答えてまいりました。二つ目いきましょうか。はい、二つ目はですね、ブルーホスさんははっきりと物を言うタイプだと思うんですが、自分はあまり物を言うことができません。ついつい相手に合わせてしまいます。自分の意見を言わずに相手を優先してしまいます。結局自分にストレスを抱えてしまっているんですが、はっきり言ってしまうと気分を害するものなのかなと思います。これ相手の話ですかね。はっきりと物を言うためにはどうしたらいいか教えてください。ということで、僕も YouTube で不特定多数の方に向けてだから普段のそのマインドマップを使ったねやつとか、まあ去年までは顔出しとかしてね、いろいろと偉そうなことを表面垂れてましたけど、 YouTube だからいろいろ言えますけど、会社だったら僕まあでいわゆる平社員の立場になりますんで、言いたいこと言えないですよ。で、会社内でおかしいな、理不尽だなって思うこともたくさんありますし、それからいろいろとお付き合いさせていただくお客様の中でも、なんかむちゃくちゃな要求とかね、むちゃくちゃなこと言ってくるお客さんなんかもザラにいるわけですよ。そんなこと俺に言われたってっていうようなね、とか自分ができないことをなんかあたかもなんかサポートしてくれない俺が悪いみたいな言い方しながらとかも結構あるわけですよね。そんなの知らない、そんなの知らねえの言われてもって思うことがまあいっぱいあるわけですわ。はい、ことを考えると、あんまり別にはっきりとものを言ってるわけじゃないんですけど、一つの基準は、2つかな基準設けてるのは、一つは、これを言わなかったらどうなるんだろうっていう、言わなかったことによるデメリットと、言ってしまったことによる、まあ、デメリット、それから、まあ、言ったことによるメリットと言わなかったことによるメリットっていうのを、まあ、4つの基軸で考えて、メリットが重なるんだ、メリット重なることはないですね、うん、どっちのメリットの方が大きくってどっちのデメリットの方が大きいかなっていうことは、まあ、結構考えますね、うん、でその当然言い方とかも考えますし、なんかズバッとねズケズケと物を言って相手の気分を害するような言い方っていうのはしないように心がけはしますけど、でもこれって伝えといた方がいいよなとか、こういうことって聞いといた方がいいよなって思うことは言ったり聞いたりっていうのは確実にしますね、うん、だってそれをやらなかったことによって実質相手に損をさせてしまったりとか、不快な気分にさせてしまったりとか、なんであの時言ってくれなかったのっていう後々のね文句につながるようなことがあるんだったら言っといた方がいいというところなんですよね。だからそういう部分で言わないっていうのは、まあ、判断をする方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあそれがね、なかなか判断しないで、まあ、この質問者さんね、多分優しい方なんだと思うんですよ。優しいから、言わないっていうね、まあ言わないで、はっきりもの言わないでおこうかなっていう風な判断をすると思うんですけど、じゃあ、そのあなたの自称優しさですよね、があることによって、実はその人に損をさせてしまっていると、うん、いうね、本当は、あなたが、ズバッと言うことによって相手の本音を聞き出すチャンスがあったかもしれないし、それからなんだろうな、あなたがズバッと言うと
言ってあげたことによって新たな気づきが起こって、でそれによって行動が変わったとか人生が変わったとか考え方が変わったっていう、そういうきっかけを与えるチャンスっていうのを、あなたがその言わないでおこうかな、自分が傷つくしなっていう、まあ結局は自分目線なんですよね、うん、っていうところで言わなかったことによるデメリットっていうのが発生してしまっているんじゃないかなというところなんですよ。だからはっきり物を言えないタイプ、まあはっきりかどうかは別にして、物を言えるタイプと言えないタイプの差って何かというと、結局自分が可愛いっていうところだと思うんですよ。自分が傷つかないように、傷つかないようにしていくために、物を自分が言いたいことでも言わないっていうところを、まあ我慢してしまっていると。で結局あなたがなんかズバッと言われて気づいた経験があるかと思うんですけど、逆に言われたことによって、あ、そんなことを思ってくれてるんだっていう風な新たな気づきを得られた瞬間とかっていうのも多分人生の中で経験してると思うんですよ。でその経験を得られた場面とそうじゃなかった場面とっていうのを比べてみて、こういう時だったら言った方がいいなとか、こういう時は言わない方がいいなっていう、その判断基準っていうのを作ってあげるっていうのが非常に大事になってくるんじゃないかと思います。このあたりが結構曖昧なままで、なんか言ってしまうと全部が全部その傷つくことにつながるとか、その怖さにつながるとかっていうのは多分単なる思い込みで、実際そうじゃない可能性の方があったりするわけですよ。でもまあ人間ってね、別にこの質問者さんのことだけを言ってるわけじゃなくて、まあ、ものを深く考えるので、できるだけ避けたいんですよ。なぜかっていうと、しんどいし、苦しいし、人間ってそこまで考える能力っていうのが別に、訓練を積んでない限りは高くないので、っていうことを考えると、まあ、こんな風にものを言ってしまったら、相手のことを傷つけるんじゃないかなっていう、相手を傷つけるんじゃないかっていう言い訳をして、自分が傷つかないように傷つかないようにしちゃってるっていうわけですね。そこが問題なんじゃないかなというところなので、その考え方っていうのを、まあ、変えていく必要がある、改めていく必要があるというところなので、まあ、それが変えることさえできれば、まあ、ちょっとはね、物を言うことに対して物おじせずに、あ、これくらいだ、このくらいだったら言っても大丈夫かなと、このくらい言った方がいいかなという差し加減がだんだん、ね、身についてくるんじゃないかなというふうには思います。うん、いかがですかね。まあでもどうだろうな、僕もねめちゃくちゃ言いたいこととかいっぱいあるんですよね。直近でね、うち、まあパートナー制度っていうのがあって、まあお客さんとね、まあお客さんと直でつながることもあれば、パートナーとねつながるケースっていうのもあったりするんですよ。で、そういう時にね、まあアポイントっていうのも基本的にはまあ、基本的にはパートナーがそのネットのお客さん、まあ、うちの製品を使っていただくユーザーのお客さんのアポイントを切ってくれるケースが多いんですけど、なんかね、もうね、2日連続でね、アポイントをね、間違えられるっていうね、しかも別々の担当者なんですけど、もうそんな時にね、もうしっかりしろよってめちゃくちゃ思うわけなんですよね。なんでアポイント間違えるんだよっていうね。だって、冷静に考えてくれたら分かると思うんですけど、そのお客さんとそれから僕の間に立っているってことは、2つのアポイントを取るわけじゃないですか。僕にこの日に来てくださいねと、でそれからお客さんにこの日に行きますねっていう、その2つのアポイントを取ってるんで、どうやったら時間を間違えることができるんだろうなっていうふうに思うわけですよ。間違えたらクランクはここで使えないそうなんですよね。だからそういうことがね、まあ、2日連続で起こったんで、まあ、よっぽど忙しいのか、本当に受けてるのか、本当に分かんないですね。それをちょっとどうにかしようよっていうふうには思うんですけど、まあ、そんなことね、まあ、パートナーでね、アポイントを取ってきてくれてる人たちなんで、文句は言えないんですけどね、というところ、まあ、そんな不満もね、僕も抱えたりはしてるんですけど、はい。なので、まあ、言いたいことを、言うか言わないかっていうのは、それを言うことによってのメリット、デメリットどうなのか、言わないことによるメリット、デメリットは一体どうなのかっていうことをしっかりと考えるという、そういう訓練から始めてみるっていうことが大事だと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、本日の動画は2つ質問答えさせていただきましたので、以上とさせていただきます。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。